ふとんちゃんがスイカゲームの起源としてテレビ出るぞえそれはほんまの話おめでとうございますいやいいことなんじゃない許せないな別に許せなくはねえよ。まあどこ辿ってどこを切り抜くかって言ったらそこがええんちゃうかっていうかプロジェクター版もともとやってたんやしそれはまあ何が起源って言われたらそうじゃないふとんちゃんなんじゃねうん。 まあ僕は流行らすのにね、一役を担っただけの人間ですからね。期限とかしょうもないよな。当然断るよな、って。<laughs> 当然断るよね。期限とかしょうもないって言ってたんやで。これで断らんだら、あの、期限とかしょうもないって思ってなかったって証明になるよね。なあ、しょうもないもんな。まあでも、タレント、まあそういうの出たかるタイプやろうし、いいんじゃねえかえー、まさかねえ。 これで出たら見損ない別に映画な <laughs>。<laughs> うんまあでも僕も、僕ももしスイカゲームやってなかったら世に広まることなかったということをお忘れなく <laughs>。<laughs> <laughs> ちょうどいいポジションやねえか松本が起源でそういうこと言うのが俺っていう。ぴったりやん。 うわーいやいやいや僕はあの16時間だって松本さんがやられた3日後4日後やったかにやって5日後やったか忘れたけどなんかあの一部の変更報道で翌日ってことになってるけどそこでやってオープンレックでやってで YouTuber とかが目つけてって始めたんですよねうんうん出てもいいけど何も喋れないんじゃないでプロジェクター版やっててって話するんじゃない別に話すのはできるんじゃないうんうんまあいいじゃないのよ そういう裏の立役者もいたっていうことをお忘れなくってことで、俺はそういうことをバーガブギャー、ギャー言うときゃええのよ。ええー、まあテレビね、確かにあり得る話か。え、テレビ出んの <laughs> スイカのゲームの機嫌として <laughs>。ちょっとおもろいやん。まあタレント様だしな。えぇ、ー、どうせ数秒だけだろいや、だとしてもよ。そんなこと言うたら、お前世にも奇妙な物語でだって数秒ところしか出てねえんやわ。ははははは。 でも、本人嬉しそうやったやろそんなもんよ。うわえー、すごい時代になったね。よかったよ。それで VTuber が紹介されてなくて。<laughs> まあ、松本やったらまあ、うん、よしって、僕もゴーサイン出せますよ。彼がプロジェクター版やってたんやって。それでお前、VTuber とかわけわからん芸能人がさ、お前、あの、SnowMan の佐久間くんとかが出てきて、あの、スイカゲームを流行らした男ですって言われたら、俺、あの、彗星ちゃん叩くとこやったもん、危うく。 そりゃそうなったらそうなるよね。それは切れていいよ。でも松本ならもう全然みんな文句ないでしょ。ホロのスイカゲームやらないの <laughs> なんだ、ホロライブそんなことにも手出したらどうせ同人芸やろ。あれか、あの、ペコラとペコラつなぐと何かになるみたいなホロライブの。<laughs> いいよ、そういうのは。 じゃあ、その、ホロライブの、あの、キャラクター同士をくっつけてやるゲームで、あの、その、ゲームする肝を頼まれします。えー、僕ま、ま、ペコラとペコラくっつけて、他の女の子にしたくないから、ペコラはこうやって集めて、って、違う子挟んで、ペコラはいっぱい集めるのって言いながらプレイすんねやろうまーって、<laughs> お,お前、やんて。 へえ、最終的に作魔ができるんだよね。<laughs> まあそういうオチもあるかもしれませんね。はあ、もうでもスイカゲームみんなやってないよな。<laughs> テレビ行き着くの遅かったな。そうやって考えると、スイカゲーム意外と誰もやってないとこないあんま期間か、みんな食い散らかしたスイカを種まで。まあでもあのゲームやるとマジで止まんねえからな。 点数に限界が来るから飽きたよ、わかる。もうこれ以上出すのき苦しいってなるとな。うん。ほんとや、カジサックとかやってる。カジサックってあれやろあの、何やったっけカジサックね。今 YouTube 見てるわ。キングコングや、それ芸能人が今こぞってやってんのか。うん。この会話より後にやってる奴らをスイカ泥棒って呼んでるよ。<laughs> すごい不名誉なあだ名つけられてますね。スイカ泥棒として。